今日は NVC ナンバーと
ツオツオ形式でお送り出します。まだちょっとメンバー集まっていないのでしばらくお待ちください。お疲れ様です。ちょっと増えてきましたよ。こんばんは、川島です。なんか2回転さ、列車が今から何が超頑張れば割といい試合になる。始まりが 100% 出て何度ですね。おI'm sorry.
許しておけないと。ヤコ様が怒りの連行。そうですね、ラブラリが 80% になってしまうと、もうその 20% で負けますね。ダイヤスの射程になっても、ええ、ラブラリが強いんですよね。強いんですよね。意外となんかその隙がないというか、うまい具合に差し返せないみたいなところもあったりして、相
時は結構センターある。長いですね。向こうは届くけどもこっちは届かないんじゃねえみたいな。ギリギリその前が。長いわ、いろはさん。またこれなんかあの S キャラ同士の対決になってますけども。まあ、でも今結構2本目はいい勝負でしたね。でしたね。はい、お、いい3段が入る。ただすごい減りましたね。はい、おお、あれ大宇宙になる。これ間に合っちゃうんすよね。でも今だったらなんかサマーで抜けれそうな気もしましたけど、まあ抜けたところでっていうひどいゲームだな。うわー、食らう食らう、繋がってないけども、ソニックが打てない。あーっと投げが入ってなかったっすね。おお、使った。はい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 。意外とあのザンギもああやってダイエットでアパカを光らせるみたいな。あー厳しいかな。ですよね、それもありますからね。特にあのサガットのアパカってザンギがガードしても特に攪拌も何もないですもんね。ですよね、そこなんですよね。あー惜しかった。ちょっともう一回行ってきますよ。ぐらいの回復してるんですね。
足を出していれば、アパカが使ってスクリューいけたかもしれないですね。もうここで無理っすわ。ですね。結構 X 同士ですとガイルが圧倒的に有利らしいですが、さすがの S キャラですと、なるほど。はい。あ、はい、ソバットで、そうですね、下タイガーも抜けつつですから。お、押してるけど投げる。やはりタイガー、おお、中足が刺さる。いや、ニカさん玉打ちうまいですね。あ、やっぱニカさんってこう、なんていうのかな、その相手の出方を見ながらプレイするタイプのプレイヤーのようなイメージがあるので、やっぱエッサガみたいなキャラがの使い方がうまいのかなという。まあそれありますけどね。ああ、そうなのか。じゃあ自分がそれだから、そのパターンで OK みたいな。あ、まあここで来ましたね。来ましたね。まあ。早いですね。お、リバサでドスコイ。おお、100巻裏。今バシバシボタン押してましたけどね。おお、ボッツァンで落として、もう画面端。サガットもここ弾打つのは難しいとこですよね。あ、もう、あゼロドットでピオール。まあまあ、あっさりいきましたね、もう。これ2回転したらどうするかね、キャラは。ええ、結構ホンダに入るときって結構悩む。ええ、あ、そのままいきましたね。このままでは終わらない的な。おお、もう技が全部当たる。これなんですよね、ホンダの強みは。歩いてって。やっぱなんかこういう風になんか鬼無双使われるとなんかやっぱすごいなーと思いますよね。歩き鬼無双っていうのがあるけども、やっぱ実戦でなんかそんなに見ないですからね。はい、まあ、なんだかんだ弱いですからね。あ、まあこうなったりとかしますからね。あ、はい、そうですね、そのまま連続ヒットしますからね。ええ、あ、問いつつもうゼロドットでゲージがある。さすがにこれはもう。おお、つぶる。これですね、鬼無双の。まさかピチッと落とされるとはってところですね。と言いつつもう3ラウンド目はもう画面端。
当たってしまう。ああこれですね。下タイガーだったら抜けれるけど、おおおおっと念願にならない。すごいなんか叫んでるけど。さあどうする、ゲージを溜めてるんですかね。あゲージが溜まった。さあゲージが溜まった。またショーキックか。ええ、はい。あですね、特にエッサガですとそうですよね。
Sakon, 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 Sak
さあ、なんかすごい顔してる。ちょっと遅れておりますが、熱いメンツが来るらしい、熱いメンツが来るらしいので、もう少々お待ちください。今日は 2-on-2 形式の予定です。サイさんはどこに行ったんだ。あ、グリグラさん、そこに飛んでたんだ。あ、みんなで飛びすぎ。ちゃんとやってください。それでは今日のトーナメント表を作っておきますね。Bye.
二人ほど今待ってるところなので、まだの試合やっててください。それでは、一応エントリーメンバー揃ったのでチーム分けに行きましょう。の試合はこれラストでお願いします。一応の J これでストップでお願いします。
で本日のルールですけども、勝った方のチームが負けた方のチームから引き抜き1人引き抜きタイプの大会です。あ、それね、くじ引きにしますんで、うん、もらえ、なんかもらえるやつにする？来週のシード権？あ、再来週か。そういうのも面白いかもな。300万円と選ぶやつですよね。じゃあチーム分けいたしますので、6チームですね。とりあえず、メインキャラ1本っていう感じでいきましょう。チーム分けは最初くじ引きにします。で、負けたチームから勝った方のチームに1人引き抜けます。ですが、それはくじ引きです。はい、だんだんまあチーム増えていく感じですね。人が増えていく、チームので、これだとシードが不利なのか。まあいっか、シード不利なままいきます。それでは1人1枚引いてってください。引いて持っといてください。はい、1人1枚引いてください。最初はくじ引き、平君。はい、それでは1番チーム読み上げいってきましょう。1番引いた人、いろはさんと、あめみさん、違う、1番から1番、機械いろは、ガイル、スガイル、はい、2番を引いた人、2番、タコ様、平ら、3番を引いた人、グリグラ2回転です。4番、お、農業川シム、これなかなか面白いチーム戦。5番、アベビン、バイパー、お、バイパーさんがニコニコしてるよ。残るはシロさんと上様、シロクッチ、ギル、はい、シロクッチですね。はい、そんな感じでじゃあトーナメント表作っていきます。はい、じゃあ、組み上げましたので全出席して
シード権があるのでシャッフルします。シャッフル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 、スタート。はい、まずは農業カワシム 1P 側、タコ様平が 2P 側です。はーい、でね、勝ったら美味しいよ、負けてもワンチャンあるからね。農業カワシム 1P 側に行ってください。タコ様平 2P 側です。じゃあクレジットを入れといてください。次の試合が、白グッチが 1P 側、グリグラ2回転 2P 側でございます。じゃあ先方は申告ですよ。 OK、 はい、それでは始めていきましょう。 1P 側農業、 2P 側タコ様で試合始めていきましょう。今日は MVC2 ランバとの、2on2 形式で九州型の大会とさせていただきます。さあ、この間農業キックでボコボコにしていた、搭載してて当たってたんですよね、これね。この農業ミドル全く触りに行く気配がない。とりあえずミドルからスクリューでタコ様もんです。大立ち攻撃、これやばい、スクリューに行けない。ゼロ勝優勝は確かにありますね。スクリュー入ってタコ様が反撃ののろし、スクリュー回される。このピンク色っぽい肌が農業ザンギ、あ、真っ青のパンツがタコ様です。さあ、白平農業という昔を知ってる人には懐かしのこの3人。さあ、今度攻めに行ってファイナルアトミックバスター、知らない、逆転、うおー、刻んで刻んで大足。さあ、この仇を平、久しぶりすぎて全然触ってないでしょう。仇を打てるのか。さあ、農業対平、もう何年前でしょう、8年ぐらい前かな。ものすごい勢いで強くなっていった平君に対して農業は、おー、サイコ全然知らないが逃げ出して、まあ OK。 さあ、安定感、ベガ使いの中で最も安定していると見えるでしょう、この平ベガ。さあ、噛み合ってスクリーまで入る、中足まで完全に見切っていて、が奥攻めちょっと失敗が安全な方に逃げて、おっと、ジャンプ強パスクリー、農業がリーチをかける、乗ってから熱い、おっと、中足回せない、平の、おー、スライディング、ダブラリ見てからが本当に完璧ですからね。さあ、ダッシュキック、ダッシュキック、中足、気がつくと体力がない、平戦ではこれが多い。ミドルを刺して平勝利。さあ、新世代カワシム対旧世代と言っているでしょう、平、これも見ものですね。あ、カワシムも散々夕べがにボコされて独自のスタイルを築き上げたが、しかし遠距離戦はやはり平の方が上でしょう。がこの練習不足が響かなければいいが、さあ、のらりくらりと、おーっと、両方出なくて、さあ、インフェルンも死んでしまう、カワシムリーチ。さあ、開幕はダブルミート、あ、いつで投げ返す、
波がでかい。おっと燃やされた。スライディングチャンスにかかる。このゲームはちょっとおかしい。さあ自信なかったがヘッドクロスする。さあ空中戦を許さない。川島が見つめ方が独特。おお、ダブル入るからの表。おお、あとサイコスは出ない。平らなしからぬ。さあダブル2位投げる。死んだ。減ったな。そういえば思い出しました。平らには平らハメがある。左の画面端に要注意。うおっと飛んでないところ拾われて。さあ平ハメのスーピーバージョン。さあ何もないが勝ったのは平。この安定感。さあそれではくじ引きですよ。くじ引きですよ。じゃあタイラが引いたのは赤。赤の方は赤はお農業がハゲてるなとよくわかんないけど、はい、そういう感じでじゃあ進めていきましょう。はい、ありがとうございます。これは勝ったのが3番なんだけど、メンツが変わるからちょっとトーナメントが作り直しになっちゃいますね。まあ、しょうがない、ちょっと難しいな。まあ、ここに農業が入ったとみんな覚えておいてください。じゃあ次白グッチ 1P 側グリグラ2回転 2P 側です。アベリンさんよろしくお願いします。先方は深刻です。こんばんは皆さん、どうも。今日は結構レアな方々が、先方はこっちは決まってます、 2P 決まってます、 1P どうでしょう。今ですね、ちなみに 1P はシロさんとグッチ、 2P はグリグラさんと2回転ですよ。さあちょっと楽しい対戦が見れるんではないかなと。あ、はい、ありがとうございます。今ヒデちゃんがね来たんで、こうなんかまたルールが、さっき調整してね、来ました、ワンピー決まりました。決まった。グチさんある。これヒデ急遽参戦 OK ですか。ヒデ遅いって。遅いこんばんはですよ。そう今ねちょっとあの 1P のレバーがあの上が入りやすいっていうか、なんか調整してますんで、皆さんお待ちくださいませ。さあね、今日とりあえずね、今日のエントリーのメンバーもう一回読み上げましょうかね。機械さんといろはさん、タコ様、平くん、グリグラさん、ニカさん、農業さん、カワシム、バイパーさん、僕アベリン、シロさん、グッチさん、シログッチ名前いいっすね、シログッチで、今聞きましたヒデちゃんです。あ、こんばんは、ヒデです。とりあえずあのニカさんからヒデ、ヨシチームで参戦 OK ってもらったんですが、はい、ただトーナメント表を作り直さないとねってことなので、はい、はい、ほえ
あ、これを今日はね、東京お昼ぐらいまで結構雨が降ったんですけど、いい天気になりましたね。10月8日の土曜日、第2土曜日なんでバーサスです。僕いつもねカレンダー見ないと第1、第2、第3、第4、第5とか全く分かんないんで、曜日も分かりません。でも今日のメンツはもうほんと楽しいですね。さあヒデちゃん、すいません、ですね、バイパーアベビンチームと機械いろはチームの代表者じゃんけんをしてください。でその2チームの代表者がじゃんけんして負けた方が秀吉チームと当たることになるっていう形で、ニカさんから今、はいはい、秀吉っていいですね。秀吉チーム強そうですね、名前は、ね、どうでしょう名前だけは最強、秀吉、はい、あれですよ、武将ですよ、武将、刀とか、はい、鉄砲とかいろんなの出てきますから、ね、あれですよ、 SSR くらいありますよあるよ、そう、コントロールブロックンイエスです。もうね復活しますよ。あ、じゃあじゃバイパーアベビンチームと機械いろはチーム代表者、はい、じゃんけんしてください。あ、僕と機械さん、じゃあ機械さんでじゃんけんお願いします。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ、あ、じゃあバイパーアベビンさんのチームに僕ら対戦することになるので、はい、お願いします。はい、今からですかね。チーム一人？一人チームです。おお。さあまた珍しいレアな佐志くんまで登場しましたよ。ちょっとその横浜系の最強軍団がなんか打ち合わせなしでバンバン集まってますね。まあ、ちょっとルールと今進行が同時なのでもうしばらくお待ちください。さっきのあのバイパーベイチームはじゃんけんは終わってるんですか？じゃんけんは終わってます。はい、すいません、じゃあトーナメント表作り直しましたので、ね、ちょっと一応ご確認ください。よろしくお願いします。今貼りますね。はい、サシシ一人チームです。はい、
2 on 2なんですけど1人チームで、今回のルールは、勝ち抜いた場合負けたチームから1人引き抜けます。で、差し石チームだけ、カード2枚渡す、カード1枚渡すんで、相手チームが、まあ、赤か黒かをくじ引きして、当たってたら引き抜かれる。当たってなかったら引き抜かれないという形にします。はい。それでは、秀吉チームもそれのルールで大丈夫ですか？はい。じゃあ、それでいきまーす。白グッチ対グリグラ2回転を再開いたします。はい。よろしくお願いします。長らくお待たせいたしました。では行きましょうか。はい、 1P の先方はシロさんです。 2P グリグラさん、どっちにしてもグリグラさんはペーロンで 1P シログッチがリュウでしょうかね。さあ、シロさんがかなり復活あるんじゃないかと。そう、今ね、さしくんがシロさんって言ったんだけど、そう、横浜系の最強軍団が集まってますよ。はい、こんばんは。さあ、真空で削って、安定のシロ平ですからね。さあ、入った。さあ、端はきついぞ。あ、入ってしまった。最大、あれは減る。ダッシュフェーロ。さあ、そこが難しいですね、最後の一発が。さあ、よく波動でカットした。やや白さんの竜が有利だけど、また一発で持っていける。これがベーロン、よく投げた。いや、よく投げに行った。白さん取りまして、さあ大将2回転。いや、これはね、完全復活シロさんになる前に畳み込みたい。2回転。まあ、どっちもそうでしょうけど、バイソン戦は竜難しいですからね。さあ、もうたまりまくる。必殺技が何個あるんだっていう。おお、うまいな。さあ、やってしまったか。おお、めくり立つ巻きが入ってたら終わってましたけど。さあ、ダーンパンチはいい昇竜。さあ、始まるか。さあ、あと300点かな、200点。はい、これやっぱり強い。さあ、合わせていく。これ見てから余裕ですからね。うわ、このカットが強い。さあ、これは匂いで終わった。さあ、ストッパーのグッチ登場。グッチ竜？竜です。色が白さんカラーでニコッと。さあ、もう溜まってしまう画面端。コパンで止めるも、さあ、入ってしまった。あれは確定ですね。ミカさん、やっぱりね、強いな。さあ、合わせていく。さあ、飛び込みではなく
豪華ですね。さあもうやることなし、シムグリグラニカチーム取りましたね。はい、秀吉 1P 側、阿部ビンバイパー 2P 側でお願いします。はい、行ってきますよ。秀吉って強そうだよね。バイパーさんの名前負けだろ。その通りになっちゃうかもしんないよ。はい、決まりました。それでは始めていきましょう。 1P 側が吉エスリュー、 2P 側がアベビンバイパーの阿部ビンですね。先方、はい、出なかった、これ負けかな。じゃあ一回リセットしてください。次出なかったら負けです。さあね、自分のキャラを出せないのはまずいですね。はい、それではどうぞ。さあ、吉エスリュー、アビビン、ホンダとなりました。キャラ的には相当これは有利でしょう。ですが、アビビンがのっけから押しまくっている。おっと、投げたが、体力があんまりない。さあ、どうする。波動拳、波動拳、わー、全然余裕がない。これはどうする。スパゴン右手からかなり緊張してる感が出てますね。さあ、ズッツキズッツキ、ここは飛ばれて昇竜拳落として、サギ飛びの仕込みが漏れてしまう。ズッツキ、やばい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 、おっとっと、昇竜拳、ナイス昇竜。さあ、さっきのような体力までいっちゃうと鬼無双が終わってるので、波動波動踏ませた。さあどうする、波動、おお貫通した。待って、頭突きが、これは鬼無双圏内か。さあ波動波動で、ああこれカラジャンプ昇竜で終わったかもしれないですね。昇竜にドット削って終わったかもしれないですね。S 竜だったら100巻に負けないので、さあヒデが引きずり出される。開幕100列で、あーっと危ない、電車をバラした。おっと、たわらってバックジャンプ入れっぱなし、悪くて、アベビンのこのうまさ、これはもう東条くんとやってる時代から言ってたんですけども、チュンリーの垂直ジャンプにはオカマ蹴りでしか勝てないらしいですね。オカマ蹴りだったら垂直ジャンプ強キックにも勝ってしまうらしい。それを使いこなしてんのは今のところアベビン本だだけ。おっと、ゴッツァンで落ちない上にボタンを押した。おお、これは運よく入れ替わった。さあ、こっから冷たいヒデタイム、冷たくなかった。さあ、見てから飛んでくる。うわーっと、置いておいた立ちコップに食らってしまったか。
さあ開幕は置いておいて、そうですね、空中技をうまく使う、これがチュンリー側もポイントになります。下がって気候圏、そう、この下がって気候圏にどう立ち向かう。さあヒデがかなりいい立ち回りだが、危なくなるとあれが出てしまいます。おっと落として気候圏を重ねる。対象はワイパーホーク。さあ対象戦です。次の機械イロハ 1P 側、サシシ 2P 側でスタンバっといてください。さあまずは着地台風、もう一つ台風、おっと相手になる、ちょっと珍しいですね今のは。さあバイパーホークはこっからダブル台風に行きたすぎてピヨってしまった。おい、さあ戦です。これはうまく逃げ出したぞ。体力がいつの間にか逆転。おお、三角が刺さる。ジャンプコマになった場合は今のゲンキックで負けてしまうので今の読み勝ちですね。高めコンドルタチコポンが重ならない。上り中キック確定を取って、だが画面端近くてバイパーゲージが溜まっている。これはかなり怖い。おっと落として重ねにいく。これにはバイパーさんもぶち切れ。さあファイナルラウンド、どっちが勝つのか。あーっと中足回された。ほう、そして立ちこぎく埋まってる。たあっと灼熱はもうやっぱり強い。対空が相打ちになってしまう、やばい。が先ほどはこっからほぼドットまでいった。さあ戦列を狙うかどうかですね。ここは戦列を狙うと見せかけてのガードだけはね。ガードだけはね。よさよさよさ、まだ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 終わってないよ。では、それでは黒を引いたので黒の人が向こうに吸収されます。あ、じゃあヒデ君、ヒデ君がアベビンバイパーチームに吸収です。今多分コメントにヒデ吸収とか吹きそうですよ。機械イロハ 1P 側、サシシ 2P 側で、サシシは遅れてきたので1キャラです。頑張ってください。1キャラならワンチャンあるよ。1キャラなんだ。1だよ。ダメだよ。でもね、リュウガイルが2回ですからね。さあ、サシシが久しぶりの登場。白平に吸い寄せられたが、さあ、イロハ S ガイルとの対戦経験はほぼないでしょう。さあ、基本は X ガイルと同じが、うまい、うまい。あー、きつい。あ、なるほど、バックジャンプを見たら飛び込めば IHD しか取れないから勝ち確ですね今の。あ、なるほど、すごい詰め将棋だな今の。こうですね、ジャンプ大キックからさらに真空までレンガですよね。ジャンプ中キックだね。中キック、うん、あ、なるほど。平君いますよ。平ベガ、白龍、農業残儀と揃っております。うわ、うわ、しかも超減った根元から。今日はレジェンドたちいっぱいいますね。さあ機械さんのこの顔見てください。いや、いい顔してる。
死んだか死んだかあるのか。さあ来た、はい、近いさん、うおおっ、なんだ裏に、しかも2ヒット、おいしい、うん、まあ、いい。さあ画面端にやるが、竜巻打ってくる、いらし方がうまいが、なでが第5層に出した。さあ違う、今のは第5層出したの、はい、あ、なるほど、第5層出した、第5層を投げ式に刺そうという、おっと2ピロだ、こういうことなんですね。おお、お互い歩いた今、やべえ、いやこれはあっちいな、ぶつかり合ってますよ、ぜひね、お互いの意地と意地が。さあ1回負けたら終わりなんですけども、はい、ワンチャン吸収されると、そうですね、ヒュールですね、うまい、うまい、神髄投げ。さあ、台足でこかして、お、機械が押し返している、ペース的には機械さんのペースだが、真空が溜まってしまうと、こうなると、食らうよ食らうよ、危ないよ、しっかり見てる、大勝利、アントリーから中国の投げ返し、この投げ返しは来てる、うお、さっ、刺ししも久しぶりっぽい動き、おお歩き投げを通してリーチをかける、この辺の嗅覚が素晴らしいですね、機械さん、本当にやるときはやりますよ、ですね、バイアスラードはあそこまで、まあ、安全行動ですね、はい、さあ、うわ、さあ、ファイヤー燃やされた、アントミから投げて端っこ、うわ、差し返す、真空を怖がってソニックがなかなか打てない、飛んで、どうなる、おおお、お、これは飛ぶよ危ないよ、フラグ、さあ、あーあー、ミスター、珍しい、真空吐いて打たされた、あ、これは熱い、おー、あそこで下段ちょっと頭をかいている、いや今の下段は読めないわ、早かったな今の出だし、いや今のやばいな、かっこよすぎだわ。さあガンガン打って、ガンガン打って、さあ済まされた中ゴス投げに行ったが、これはおお、立ってるが、あ、めくってアッパーが出ない、珍しい、アッパーが負ける、が高めで食らえたので、さ あ, さあこれはうわー、引き上がってるさあ、はい、それではくじ引きは いきますね。はい、2人でカード1枚ずつ引いてください。やっと2人チームになりましたね、これで。では、アベビンバイパーヒデチーム対タコ様平農業チームいきましょう。ワンピー側がアベビンバイパーヒデです。アベビンバイパーヒデ揃ってますか。あ、試合ですよ、農業さん試合ですよ。タコ様平農業、向こうはチュンリホンダホークですね。これきついな回される運命なのか。いや、ちょっと、まだまだまだ見えちゃう見えちゃう先方が熱い読み合いになると思いますが、もう本当ならチュンリサンタデですね。ザンギザンギ、あ、そうだ、ホンダもきついね。OK 。はい。じゃあ、両者先方決まったようなので、座ってください。先方は、ヒデ、バーサス、農業。キャラを間違えたらしい。リセット、リセット。
このルールはサードの大会で使ってたやつなんですけど、おっといきなりカラキャンジャンプをやっている。さすがですね。どこで仕入れたんだか。これを教えてくれたのはあのミステリアスファイターさんなんですけども、ネット対戦で農業さんは死ぬほど対戦しているはず。そっから直接仕入れたのかもしれない。さあ届かない。ヒデが立ち回ってるぞ。さあ 2P 側はザンギザンギベガというチュンリーとホンダがめちゃめちゃきつい布陣。これは吸収されたヒデが仕事をしちゃうのか。あ、両方とも吸収されたメンバーですね。おっとが台足もらってスクリューじゃない。ジャンプ強キック、しかも垂直。さあ確定。垂直ジャンプ強キックすごいですね。あれ見てから本当に。さあその連キャンジャンプも精度が高い。これもそのはず。この人練習の鬼です。さあおいドンピシャ。下がって飛行も一発でひっくり返される可能性がある。ビンタで落とす。さあヒデといえばこの冷たさ。さあ近い。代々入ってジャクジャク強さんヒット。さあまずは1枚抜いた。どっちが出る。アベビンが出る。ローロー大足は実は重ねなくてもつながりますね。ただし間合いがかなり限定される。特にチュンリーは細いので決めるのが大変です。さあ張り手張り手。どうしてもどうしても寄れない。アベビン頭突きは微妙にタイミングをずらしてくるのでダブラリを完璧に合わせるのが非常に難しい。さあ弱頭突きしっかりしている。強かな今の。おっとスクリー入って引っかからない。これはちょっと遠かった。中足スクリーか。うわーダブラリーが出なくて、しかしここはアベビン攻めに行く。さあアベビンが負けるとこれはバイパーさんが相当気まずいですよ。さあ頭突きで張り手削る。おい連キャンジャンプを使ったが、さすがに最後はウミティだ。さあどう出る。ホンダに対してはザンギをかぶせる。かぶさってないですね。さあ頭突きから入る。先方で農業ザンギを出したのはどういう意図だったのか。チュンリー潰しなのか。さあ張り手で、おっと IH でなかなか蹴らなかったが、今の鬼無双は1回ガードして2回目にダブラリだったら根元で当たるのでその方が美味しかったかも。さあだしっかり出した。うわー残念す残念すぎる。さあダブラリがもう1回ヒット。おいおおダブラリフォロー。うおー青サイパンチ。さあ水山に頭突き当たってしまった。いきなり画面外しスタート。さあアビビンとあ頭突きが普通に来ますね。さっきダブラリ2回食らったんですけども
ダイエス、おお、ボディ逆だった。さあこの安全削り、わしも冷たいことやろうと思ったらできるんじゃと。さあ最後は下に張りで大将平ベガ、対するは中堅の阿部民です。さあちょっとリードして待ち切ろうという平っぽい戦い方、待ちしかやらないわけではないが、その待ちの精度が高すぎる。大足百貫アベビーハウス始まる、始まる、削って、おお、スライディング完璧、うおお、相打ち、なんだ相打ちなんだ。さあ平君も文句言ってる、おかしいだろうと、誰もがおかしいと思うでしょ今のは。さあまたしても削って、ホンダが自分の陣地まではみ出してくるのを待つ。中足先打ち切った、大構えに、これが痛い。さあいい勝負だ、じりじりしている、おっと空対空かって続け刺さる、中足に、中足に投げる、ピオらない。確かに。さあ負けだ、今のはたまっていない。さあアベビンならではの不思議な動き、他のプレイヤーでは全くやることもないような動きを取り入れてくる。平は全体をしようとしているが、この体力追っかけには来ないのか。アベビンが珍しく待ち切ろうという。さあおっと、あ EH、 これはホンダが OK でしょう。張り手で頭突きを曲げる、さあうわダメだった、アベビンが似たて、サンタテか、サンタテですね。それでは、くじ引きまだまた行きますので、さあ引いたのは何番、3、3番は平、引きがここに来て平がさあというわけで、アベビンマイパーヒデ平というチームが決勝進出。そうそうそう、増えるの増えるの。では 1P 側サシシイロハ、 2P 側がグリグラ2回転グッチです。そう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 男塾ルールいいですね。これやばいなチーム。はい、なかなか面白いですね。サシシイロハ 1P 側です。グリグラ2回転グッチ、 2P 側いきましょう。これ吸収されて僕らのチームやばいことになってますね。そう、今ねヒデちゃんと話してたんだけどねヒデ九州って自分で言ってたのは ね九州地方もあるし、はい、ね、こっちにね九州しましたもあるし、はいはい、急ぐ襲う、ね、はい、エヴァンゲリオンっぽい感じ、ね、もう全部平君まで吸収しちゃったからね。そうですね、そうこういうことだったんだよ。なりでに吸収したチームがやばいっていう。さあ決まりましたよ。 1P 側はイロハエスガエル、 2P 側ははいグリグラフェロン、グラフェロン、これどう見ますかヒデちゃん。僕はね、はい、まあエスガエルも使って、はい、話フェロンともやってたんで分かるんですけど、はい、
X ガイルより命取りです。危ないです。危ない危ない、そう、危ないというと、危ないというと今の投げとか、はい、あの劣化とか、あそう、あとほら受け身、あのそうですね、受け身、ま、ないですからね、 F ですから。うわー、刺さる。でめくりがないから、はい、まあめくりで勝てるわけじゃないけど、うんうん、そう、そうね、何かが起こらないっていう、うん、もうめくりないっていうのはもうみんな周知のことですからね。そうそう、めくりに行くわけがない。さあうまい、ラリエット見返して台足、うん、グリグラさんうまいよね。うまいですね。最近なんかいや本当にね、グリグラさんいい味出てきて、うん、超うまい。いや本当にそれは思いますね。 うわー、対戦のうまさ、うん、そうです ね、 ね、対戦で培ったうまさよく考えてるし、ね、さあここでもう来ましたね。来ましたね、サシシリュウ。 1P はね、2人チームですよね。はい、2人チームですね。サシくんです。そうですね、ご覧あれ。これを、はい、グリグラさん、グッチさん、2回転さんで倒すという、はい、そういう試合なんですね。はい、多分そういうことになるかなと、うん、今の第5つなげうまいな、はい、あ、しっかり見てる。しかも大昇龍根元から減りますね。やってなくてもこれだもんね。うん、これやばいね。あ、アントビからシンク、あと200点になって、おっと、あー、安い、惜しいな。まあでもいいか、あー、やかった、アントビちょっと早かった。まず、サシくんやっぱりちょっと持ってるとこありますね、これ今の中台、はい、劣化まで全部繋がってれば、ピオも、あのピオも見込めた可能性があったので、ちょっと悔しいところでしたね。はい、タイミングはね、あれよく、大昇龍って、あれですよね、憶測じゃないけど、ワンテンポ、あ、はい、来たのか、みたいな。ああ、そう、そう、ありますよね。ありますね。ね、さあ、うまい。ちょっと待ってから波動、投げて、すえ、ね、やばい。強さが、がどっちからいく、グッチさんから行く、グッチさんから行く、あそうっす、 あと3人かってみたいな人数差が生じてますが、あまあそれはまあまあまあっていう、うん、いさあグッチ流、まあ来た方もそうですけど、動画見られてる方もいいものが見れてますよね。はい、はい、さあ投げて受け身がない。おっと、お仕込み昇龍が仕込み波動になってしまったか、うん、そんなことはないよね、サシさん。それでもなんかね、試合早そうですね。ですね。おっと踏まされない。さあ、これはサンダー入らない。ちゃんと弱パン振ってからやった波動なので、硬直が短いという。そして、第5スカラナでいいですね、グッチさん。切れてますね。おっと、開幕様子見からの踏み込み、ちょっと高めだったが、あ、うまいな、さすま教授さん。しかしファイヤーでよーく出た、うまいな、相打ち OK、 相打ち OK ですね。ゲージが溜まった、そうです、ね、お互い溜まりそうだ。どうなる、うおー、投げ返した、なあ、神髄勝利、グッチ見えてた？今のやばいわ。見えてるよ。あの子勝利やばいね。真空じゃなくてしかもね。すげえな。今のすごいね。すごい。わけわかんない。最強だよ。やばい、僕は電池が切れてきたよ、体の。いろはさんが落ちて、サッシ君が今の勝者チームに入った。ってことは、グッチ、サシシ、はい、グリグラ、2回転、はい、4対4になりましたね。これがもう決勝なんですか？これで決勝だと思います、キャラがベガ、ホンダ、フォーク、チュンリー対、はい、リュウ、リュウ、フェイロン、バイソン、はい、です。実況いなくなっちゃうけど行きましょうか、僕らも。そうですね、
まあ寂しいんで平さん、あ、ひかいさん、ひかいさん、ね、マイクお願いしていいですか。はい、うんうん、じゃあ僕らは試合、そう、うちらはね試合なんでちょっとひかいさんにお願いします。はいはい、というわけで次の試合は、次の試合は誰、2回転グリグラサシシグッチの4人とヒデ、タイラ、アベビン、バイパー、どっちが有利とかなんかよくわかんないね。だいぶ考えてる。さあ、決まりました。オッケー、2回転チーム決まりました。ヒデチームはワンチャンある。だいぶ弱気な発言をしてるけど決まった。あ、両方決まりました。はい、あ、そしたら先方教えてください。先方はヒデチュンリーと2回転バイソン。おっと、2回転バイソン読み勝ったのかこれは。さあ、ただバイソンに対してチュンリーは結構いけるはず。さあ、百裂バリアで追い込んでって溜まった、早い。バイソンもあともう少しで溜まりそうだが溜まった。さあ、ここからどうする、どうする、2回転ぶっ放した、早すぎる。さあ、ちょっとどんまいと。さあ、1本目はヒデ。まあ、これはバイソンはやっぱ早く溜めたいんでしょうね、やっぱね。ヘッドに当たって、おっと、ここはチューチューつなげてと、ここでドンピシャリー、2回転。いい表情だ。さあ、先行戦取ったのはヒデ。さあ、次出てくるのはチュンリーに対してはちょっとキャラ選択はだいぶ困る。さあ、出てくるのはグリグラさん。と、開幕投げ。お、なんかヒデ、フェイロン戦結構できてるぞ、これできてるよ、これ。さあ、画面端。あっち、おーっと、まさかの大逆転。
パーコンが2つある。おっと画面端、どうするどうする、追い込んだ。さあ画面端、画面端は背負いたくないはずと、たまったたまったたまった、すぐ出した。とこっからこっからどうするどうする、画面端、おっとスピーカーから転生、あっとっと転生使って、これ死んだら死んだら、とっとカスと言われてるの、カスと言われたぞ今。打つかねえ、いやー今のはベストバウト、ベストバウト。さあここで出てくるのはビンさん、これやっぱフェイロン厳しそうですねこれね。おどうするんですかねこれね。どっこいどっこいどっこい、これはキャラ差を生かしてビンさん勝利。で出てくるのはサシシリュウ、出すしかなくなった。さあここはやっぱりリュウの強さでちょっとここは取りたいところ。ルッがここはアベビンがアベビンが、これ圧倒してるぞ、なんだこれ。あれニューホンダでこんな感じでしたっけ。ビンさんの頭突きがほぼ刺さってる。さあ一回離して、こっから波動モードだが、これ差し込みが波動に対しては全部前飛び。おっとこれはビンさんが圧倒してった、なんだこれ。さあグッチさんがすごい出にくそうだぞこれ。さあ残りはグッチさんただ一人、これはちょっと今の差し死の負け方ちょっと痛かった。ビンさんの波動のね、読みがすごいですね。さあ真空で削って、あとは波動モードに持ってきたいところだが、あと1ノット足払いタイプ、足払い。さあ1本目はグッチさん、さあ波動モードにして、さあ寄らせない、が張り手で突っ込んでくるが、ここでピヨピヨピヨと、リバーサ昇竜。
パイプはしっかり出してシンク、ここはしっかり取っていった。あれこれ皆さん聞こえてる、聞こえてますかね、これ聞こえてる、大丈夫。さあ出てくるのは平メガ、うお、ホバおーと、こうグッチさんが投げ返す。前に歩いてってプレッシャーかけてく、この竜巻からの投げ、さあじりじり来るが、ここでさあっとここでアントミ失敗かで落としてめくった、めくったがつながらず、さあさあこのプレッシャー、さあさあラブに当てて画面端追い込んだのはベガ、これなんかためが早いな。さあ起き上がりは中足ハードをめくり、さあこれは分かんなくなってるぞ。さあこのプレッシャー、画面端を追い込んでからの投げ、これはなんかやってないと思えない動きですね。ありがとうございました。ということで勝ったのは平、あれこれ決勝戦だったんですか、あ決勝戦、あということで今回勝った平、ベビン、ヒデ、バイパーチームが優勝です。おめでとうございます。コメントもらった方がいいんですかね、これね。まあまあ喋りたい人だけ、じゃあコメント一言だけじゃあもらえますかね、せっかくなんで、ね、平君、はい、久しぶりにコメントをみんなで、みんなコメント、ヒデちゃんから、あ、嬉しいです、イエーイ、吸収されたけどよかった。ヒデとやって終わりかよ今日家でバイオハザード5バックやってますやってくれる人募集です。今日はね、モデルさんに会ってきます、前のんです。そう関係ないけどね、楽しかったですよ、ありがとうございます。というわけで今日のイベントはこれで終了となります。では野試合、皆さんガセガセやっていきましょう。はい、どうもお疲れ様です。リカさんの開幕飛びは当たった、ラウンド1絶対飛んでくるだろうなんて、飛びたかったね、飛びたかった残ってんのやっちゃう、はい、やります。うまかった、平君やっぱすごいわ。今日は優勝準優勝チームだけポイントが入ります、ご了承ください。バイタコ様は2なの、イルカ様は2、イルカ様は2、
さんに対して阿部敏さんに自信ないのって笑ってたけど、あ、なることもありますよね。最高。タイラベガーの文字合いみたいのに配信台でやってください。タイラ君がじゃあ座りますよ。平君解説お願いできますか。恐れ多くてできない。やっぱね、こう攻略なんですよね、この人。攻略があの当時で数年先を進んでたんじゃないかなと思います。こういうタイプのプレイヤー X だってすごい少ないんでね。やっぱちょっと白、農業、平、3人ともブランクが若干感じましたけども。ムーさん、はい、ムーさん、あ、ムーさん見てんの。いないから。
Walking! Walking!
やった。
Higher!
バイバーさんお疲れ様です。